森の中の奇遇、林道でキノコに襲われたものを見かけた。ともかく困った人を放っておくことはできない。一見戦闘始まったんでちょっと切り替えたわ。まあ、普通に戦うだけなんだろうけど。オッケー。誰だ？なんか名前が出てくるっぽいな。ラナ。なんか、でもビックリマーク出てたから、なんか始まるんだもんね。体の具合が良くないな。どうしよっかな。ついでに行くか。ついでに行くか。長いかな。何これ、大丈夫かな。長いか。長いのか。何かが開いたけど、森林書第一章、なんか長くなりそうな感じがするな。ラナ。切りがいいとこまでやろうか、とりあえず。地域のやつか。なんかちょっと、なんか映像がちょろっと出てたな。で行くんだ。なんか不吉な場所だな。剣女盤石。これでいいんだ。これでいいな。
妙な生き物。のしし。ビマラムラム、うん、ちょっと待って、あとワークポイントそこなのか。じゃあ何にしてもいかんといけなかったんだね。地域の中には霊落以外にも危険が存在します。地域に激しく侵食された魔物と地域に生えている腐敗の枝は中にいるキャラクターを襲い霊落を急激に蓄積させます。それ以外にも地域の主要が危機を感知すると時に霊落使徒を駆り立てて攻撃させることがあります。これは地域に完全に支配された魔物でありダメージに対して地域の保護を受けています。草元素または草の種の力を利用すると魔物たちのシールドを効率よく破壊することができます。地域は特定の場所だけに存在するものではなくこの神秘的で不吉な力によって侵食された場所を指します。地域の中にいるとキャラクターは持続的に霊落を蓄積してしまいます。蓄積するスピードは地域によって異なります。霊落の蓄積量に応じてチーム内の自身キャラクター全員の全元素耐性物理耐性およびヒットポイント上限がダウンします。ヒットポイント上限、蓄積量が多ければ多いほどダウンする度合いも増えます。霊落が上限まで蓄積した後引き続き地域にいるとチーム内の自身キャラクター全員が戦闘不能になります。怖すぎだろ。地域を排除するには必ず草の種の力が必要になります。草の種を使ってのみ地域の力を拡散させる地域の枝を破壊できます。地域にある地域の枝を全て破壊して初めてコアとなる地域の主要を破壊できるようになります。ほとんどの地域はこの方法で取り除くことができますがしかし地域にはたまに霊落の蓄積を減らす生命の灯火や生命の光が存在します。地域に足を踏み入れる前には万全な準備をしておきましょう。なるほど。ここに行きたいんですけどね。とりあえず行っちゃっていいかな。アマディアおじさん。ちょっと待って、お仕事のメール、あー、ちょっと待ってよ、あー、ちょっ
とやらんといけんな、これは。ちょっと一瞬仕事してくるわ。どうすればいいんだっけ。どんくらいかな。10分はかからないと思う。記事にあふれるかな。10分はかからんと思うけど、あ、これあれだな。よいしょっと。あ、はいはいはい、はい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 。いや、5分かからんわ。あれだ、大丈夫、用意してたわ。ここに入力ミスだな。法と人の情は時に衝突し、時に通じ合う。それぞれの利害を天秤にかけるのは実に難しいことだ。これで多分いけたと思うけど、ちょっと確認しよう。OK、完了。よし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 。あ、焦った焦った。ちょ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 。一旦ここ置いといて先進みたいんですけどね。何ついてる。ちょっと七天神像だけ行きたいかな。どうしようかな。で、一瞬トイレ行ってくるかな。ちょっとトイレ行ってくるよ。Thank you.
いいやるか。お、なんかいろいろあるな。160だからもう一回いけるか、引けるか。当たらんか。待ってよ。あ、どこだ。これ今どこ。それに話して。ただだよね。OK。じゃあ、ちょっとここで一回切り替えよう。一回切り替えましょう。